ゲを磨くならスニーカーを磨け。どうもバスケットマンです。そんなあなたにはIn Your Faceということで今日もやっていきましょう。今日も始まりましたバスケットマンのスニーカーと NBA ということですね。バスケットマンニュージョーダンを買ってきました。早速行ってみましょう。レッツティップオフということで今日紹介するスニーカーはこちら。はい、まあまあキンキンのあいつですね。まあこの箱で多分わかると思うんですけど、この時期でね、早速開けてみたいと思います。はい、いやもうすごいオーラが違いますよ。ベン出ました。今日紹介するスニーカーはこちら、ジョーダン11ブレッド黒赤でございます。ヒーヒーということでですね、いいですね、待望の、はい、復刻でございますよ。前回の復刻の時、買えなかったんですね、僕ね。なぜ買えなかったのか、1週間以上も余っていたのに、こいつは。そうなんですよ、前回ね、発売された時、こいつね、1週間ぐらいずーっと余ってたんですよ。なのにバスケットマン買えなかった。はい、なぜか。当時付き合ってた彼女にですね、なんかちょっとヤンキーの靴みたいだってことで、やめなよやめなよって言われて、もうめちゃくちゃ買いたかったのに、彼女に負けましたね。はい、ということでね、バスケットマンやっとゲットできましたよ、こいつ。まあね、エナメル素材でですね、素晴らしいですね。で、なんか皆さんおっしゃってるように、確かにエナメルの部分ちょっと幅が広いんじゃないか。確かに広いですね。うん、見てる限りかなり広いですね。まあでも別にそこまで気にはならないかなということで、まあまあいい感じですね。かかと23番ということでですね、まあまあまあ、やっぱ11のブレッド、オーラが違いますね、かなり。素晴らしい。で、ちょっとなんかね、赤なんだよ。なんか赤、オレンジっぽく見えちゃってるのは気のせいなのかな、ここのソールがね。はい。ということでですね、まあ、こいつの説明からすると、まあ、ちょっと朝撮ってるから、カミカミというか、いつ撮ってもカミカミなんですけど、私は。はい。まあね、ティンクハートフィールドがね、光る素材を使いたいということで、まあ、エナメルが採用されたということで、まあね、冗談に、じゃあこれいつ履いたのかっていう話なんですけど、11の話なんですけども、あまりここで11の話を詳しく言っちゃうと、冗談11と、その時の冗談みたいな、今僕コーナーやってるじゃないですか、その時に喋ることがなくなっちゃうので、まあ、軽く、まあ軽くって言っても、まあちょっと言うんですけど、まあ95年のプレイオフでね、冗談10履いてたんですけども、冗談がね。なんだけどね、冗談10もあんま好きじゃなかったんですね、冗談は。ということでね、カンファレンスセミファイナル、オーランドマジック第1回戦のところに時に、まあね、冗談11が初めてお初にお見えにかかるわけなんですよ。ただ、その時履いていたのはブレッドではなくて、今でいうコンコールド、白黒ですね、を履いてたんですね。で、冗談も結局、オーランドマジックに負けるんですけども、まあね、その時ね、チーム一緒のカラーをのスニーカーを履かなきゃいけないっていうのがあって、まあ黒だったんですね、シカゴブルーズは。で、白黒と白が多かった、コンコールド白多いじゃないですか。なので、罰金を払ったということでね。で、その後すぐ、まあ、黒、確かね、エアフライトは、こいつかな、こいつからの、確かスペースジャムみたいな流れだと思うんですけども、で、こいつはじゃあいつ登場したのかっていう話なんですね、そもそも。こいつはね、96年プレイオフですね、クラカ。プレイオフ PO というね、プレイオフモデルになるんですけども、で、まあ、その時の冗談、72勝10敗、皆さん有名な話なんですけども、履いてて。で、まあ、優勝するんですけども、ただ、冗談11ってのは珍しく3種類存在してまして、まあ、ここのミッドタイプのカラーと、あと、ローカット、オフコートのやつですね、オンコートバスケット用、オフコート、まあ、歩く用、まあ、ライフラインみたいなか、ライフラインって言うと、生きてほしいね、ライフスタイルですね。と、もう一個、こいつのローカットっていうのが存在してるんですね、ローカット。このエナメル状態のローカット、まあ、ちょっと前に復刻したじゃないですか、あれが存在してて、実はあれ、冗談履いてるんですよ。確かね、ファイナルで履いてんじゃないかなってちょっと思いますね。はい。確かね。で、まあ、冗談11のこれ履いてる選手を周りに見て、ランディ・ブラウンとか履いてたな、確かね。で、冗談は、冗談11のこれのローを履いてた気を、確か履いてたんじゃないかな。で、ローは、その当時は発売されなくて、ジョーダンのためだけに発売されてて、で、まあ、待望のちょっと前、結構前かな、もう8年、6年ぐらい前かな、で復刻したんじゃないかなってちょっと思う記憶がありますね。まあ、それがジョーダン11ですね。ざっくり言うと。で、詳しくはですね、ジョーダン11とその時のジョーダンでガッツリやってやろうと思いますんで、皆さんちょっとご期待してくださいね。もしいいねの数多かったらね、もうバリバリやるんで、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いしますということで、まあね、もう一回見ると、やっぱりオーラがこいつは違いますね。めちゃくちゃかっこいいっすわ、本当に。ということでね、バスケットマンこの辺で失礼します。 See you next game!